はい、どうも、サトチューンチャンネルです。さあ、今回はイオンでお寿司買ってきました。火曜市限定ですね。498円でこんなにいっぱい入ってる。ね、お寿司が1、2、3、1、2、3、4、1、9、10。11貫も入っちゃってるよ。はい、これ食ってきます。はい、あと酒も飲みます。酒飲みながらね。トップバリューのストロングドライです。はい。最近ハマってます。これ飲みながらね。寿司を食う。ここ、陶器のね、お皿でちょっとおしゃれに、ね、オシャンティーに飲みましょうかね、今日はね。はい。はい、まあこんな感じでね、飲んでいきます。飲みながらね、ぼやき立つと。イオンのお寿司を食いながらぼやき立つな。あ、今日のテーマはね、琵琶湖が忘れられないテーマで。メモに書いてね、喋る内容メモに書いてね、はい、やってます。そうなんですよ、琵琶湖。バン TV さんの、まあね、オフ会に参加して、これね、撮ってるのがね、6月5日です。オフ会が終わってもう3日経ってますね。3日。3日も経っちゃった。はい。で、3日経ってですね、もう、皆さんは、もう次の生活に入ってんですよ。例えばね、もう仕事に行かれて、ね、まあ次の、なんかこう、プロジェクトをまあやったりとかね。で、まあそうじゃなかったとしても、なんかこう次の新しい一歩を踏み出して、新しいスタートを切る。まあね、オフ会、思い出に残ってね、ああ楽しかったなーみたいな感じでやってね、でもこう次のステップをやっぱりこう踏んでいくっていうね。なんだけども、いやいや、それは素晴らしいことで、いいことですよ。常に前を向いていこうっていうね。はい。それはもう大事。はい。ちょっと待って。あら、お寿司。うわ、きれい。498円でこの内容すごいでしょ。ちょっと、いろいろありますね。縁側ちゃんもあります。縁側ちゃんもあるし、サーモンですか？一番に、サーモン的なやつに。あとこれ、エビ。なんだろう、このエビ。なんだろう、白エビ？ちょっと違うか。わかんないけど、エビが、まあ、こういっぱいあったり、マグロの軍艦巻きとかね。あとこれ何かな？赤身だけど、なんかすごく薄くカットしてある。はい、そういうのが入ってます。はい、そういうの食べながらね、ぼやき雑談いきます。でね、自分だけね、ちょっと琵琶湖を、自分の魂をね、琵琶湖に置いてきたかのように、琵琶湖から抜ききれてない自分がいるんですよね。なんか、あの時の思い出が忘れられないっていうか、なんかこう、魂がまだね、そこに、琵琶湖にいるんですよ、自分の魂がね。もうピュッと帰ってきたのよ。ね、車中泊で泊まってたから、で、もう体も疲れてるし、もうそこからもうピューってこう、帰ってきたんだけど、で、こう、自宅に着いてね、帰ってきた、帰ってきた、疲れた、寝たわーってなんだけど、なんかこう、あの時の思い出が忘れられない。まず一つは、あの琵琶湖の景色。なんだこれはと。レイクビューって言うんだね。オーシャンビューじゃなくて、レイクビューね。まあそこがすごかった。それね、実際に行かないとわからない。自分、琵琶湖行ったけど、いろんなとこね。行ったけど、いろんなものがこの凝縮されてるっていうかさ、人のそのエネルギーとか、なんていうのかな。僕はその琵琶湖の北側ね。彦根じゃない。長浜か。だからなんかこう、そう、自然かな。
うん、自然の琵琶湖っていうイメージがあった。あ、琵琶湖ってこういうとこだと思ってね。ところが南側の琵琶湖は全然違う。はい、ここはもうね、なんていうの、リゾート地みたいな感じかな。全然違うんですよ、世界が。人の思いとかがこう行き交う、うん、北側は自然でも南側は全然違う、うん、特にね、そのなんて言うんだろう、そういうのに憧れるっていうのはやっぱり田舎から来てるからだろうね、うん、都会から来る人っていうのは自然の方が価値があったりすごいって思うんだけど、田舎から来ると都会の方に価値を感じるんだよね。うん、そういう傾向はあるよね。この感覚はどうだろうね。でね、あ、ちょ、何食べよう。一番最初に。卵。卵。いや、これから行こう。カッパ巻きからね、行きます。はい。ちょっと醤油つけてね。うん。うん。酢飯が美味しい。酢飯の美味しさって大事だよね。お寿司ってさ、あのネタとかあるけど、自分は実は酢飯が美味しいのが大事なんですよ。酢飯が美味しければあとはね、何乗ってても大体美味しいんですよ。はい、酢飯の美味しさ。イオンでもね、これイオンで買ってきたけど、あの酢飯の美味しい店とそうじゃない店があるからね、うん、ありますあります。同じ富山でもね、ちょっと店によって違うよ、うん、あ、何せね、琵琶湖の思い出、一番大きかったのは2つです。2つあります。今回のポイントは2つあります。はい。やっぱりその琵琶湖の自然。あの、バンさんがね、釣り竿を用意してくれて、こっちさ、ブルギルが釣れたんだよ。自分が適当に釣り竿を垂れたらどんな魚釣れるのかなと思ったら、ピッてやったら、ブルーギルが釣れて、ブルーギルも食べた。釣ってね、食べた。これがね、あの展開的にはね、あんまり美味しくないっていうオチを求めたんだけど、これがね、あれ、なんかこれ普通に美味しいんだけどみたいなさ、うん、っていうオチになっちゃったで、あれみたいな、ちょっと違うねみたいなのあったけど、うん、あとはですね、人ですね、人、温かく、自分がさ、どちらかというとアウェイのはずなんだよね、なんかこう、どちらかというと映像系のクリエイターさんが多かったから、映像系の YouTuber さんと自分、ガジェット系だからちょっと違う。あ、似てるようだけどね、ちょっと違うんだけど。でもね、行ってね、温かく迎えてくれた。で、みんなカメラの話してるけど、自分はなのさっぱりチンピンカンパでよくわからんけどもさ。でも、その、ほんとね、温かく迎えてくれた、みんな。あの、こじなべちゃんとかさ、俺とかさ、ガジェット系だから、カメラとはちょっと違うところで、まあでも、こじなべちゃんはもっとちょっと近いのかな。映像も少し勉強したいみたいなところもあるから、ありかもしれないけど、でも、ちょっとやっぱり違う分野の人が来ても、なんかこう、ウェルカムみたいなさ、その、あったかく迎える、その、ねえ、なんていうかな、やっぱりこうマニアックなものになるほど、マニアックなものになるほど固定概念っていうのができてさ、ああじゃなきゃいけない、こうじゃなきゃいけないっていうのがあるのにもかかわらず、なんかその異業種の人が来てもそのおーおーおおみたいな感じでこう受け入れる姿勢っていうのがね、素晴らしいなと思いました。うん、やっぱりこれはあれかな、やっぱり YouTube っていう共通の媒体返してきてるからっていうのもあるだろうし、みんなのこのあったかい、なんていうんだかな、うん、それだね。
自分は結構ね、人に騙されるタイプだからさ、基本的にこの疑ってかかるけど、大体いつも弱小な状態でさ、行くから、で、なんかこう、何こいつみたいな感じの目で見られる状況の中でいつも言ってたけど、今回はね、ウェルカム、ね、ようこそみたいな感じで、温かくみんな迎えてくれて、で、話も弾んでさ、すごく嬉しかったしね、やっぱりそこが、大きいんじゃないかな、この2つの要素、その琵琶湖の、もうすごいエネルギッシュですよね、エネルギッシュ、もう、ブワーンっていう、なんていうのか、もう、長浜とは違う、もう、大津の琵琶湖でガーンみたいなね、もう、うわーみたいなさ、それでいて、釣り竿を垂れたらすぐに魚が釣れる、まあ、その自然が残ってるところ、綺麗な湖で。とにかくいい思い出がいっぱいだった。うん。だからね、もう終わって3日経つけど、また自分の魂が琵琶湖にあって、なんかこう琵琶湖中心に物事が自分はね、とどまってるっていう。でも他の人はもう次のステップに進んでんだよね。自分だけが取り残されてるっていうね。うん。はい。まあそういうのがありました。はい。まあとにかく最高の思い出だったということでですよ。で、まあ、今回のイベントは、次は、ひょっとしたらないかもしれないです。もうこれが最後かもしれないし、晩さん次第のところがあるけど、でも、もし晩さんがね、やるって言ったら、まあ、まず、秒でね、申し込んでいくでしょうね、自分ね。うん。そして、今回のイベントめちゃくちゃ楽しかったから、次は参加者が増えすぎないかなーって心配してる。そこ心配。次はなんかね、規制するかもしれないですよね。例えば、顔出し NG が参加できないとかになっちゃうのかな。いや、どうかなー。そんなことはないよね。誰でも来れるって、奥さんとかね、ご家族の人も来れるようなイベントになると思うから。うん、まあ、それはないな。うん。それはないと思うけども。うん。バンさんとこ50人が対応できるって言ったからね。バーベキューってさ。だから、今回、バンさんちょっと大変だったんじゃないのっていうところもあるけど、その一方でね、まだキャパに余裕があったっていう。はい。まあ、というところでね。うん。はい。ということでね、ちょっと13分喋っちゃった。琵琶湖で、忘れないねってことです。はい。以上で、お寿司食いながらぼやき雑談しました。さようなら。